こう裾を広げたりする、足はこうとかですかね。手はどこに、こんな感じ。そうですね、この辺に持ってきて、ちょっと小顔効果みたいな感じで。決め顔はかっこいい、かっこいい、かっこいい。あ、それもいいね。それ後でも、ちょっと真似します。真似して。はい。お姉さん的にはそう思うよ。はい。Hey guys and girls, this is Kathy Cat, and today I am here at Dreaming of Little Lover, which is the annual tea party by the Lolita fashion brand called Baby the Star Shine Bright. Today I have the pleasure to go around and ask the beautifully dressed people here to teach me some beautiful Lolita fashion poses or general poses that they do when they get asked to take a picture. So let's go and ask Japanese. 自分のなんかよく希望されてるポーズとかマイポーズとかなんか決めポーズありますか？はい、マイポーズは多分見せてはいけないぐらいひどいものかもしれない。可愛くないんだよね。もうみんな笑っちゃってるもんね。なんかどっちかっていうともう本当にもうこっち系なんで、はい、私、はい、もう このこれぐらいですよね。やっちゃダメよ。でもそれがポーズかも。ちょっと後でそれを真似させてください。してしてして。ポーズっていうよりもロリータファッションの可愛いなって思うのは首のかしげ方と目の使い方かなってすごい思うんですよ。まっすぐ向いてるだけでもまあ可愛いんだけど、本当お人形さんみたいにちょっと首かしげるだけで優しい雰囲気出たり、ちょっと上目やりすぎちゃ変だけどこう下にやって逆に変に笑うんじゃなくて、ふっとした本当風の中に自分がこの服とともに溶け込んでる感じっていうのが、あ、可愛いなって思うかも。なんかこうやってやるのも可愛いけど作んなくても可愛いから、作らない可愛さはやっぱこのちょっとした顔の位置かなって、まあね、お姉さん的にはそう思いますね。あ、それもいいね。それ後でもちょっと真似します。真似して。はい。お姉さん的にはそう思うよ。はい。ポーズは服装によっては変わるんですけど、やっぱよく多いのはこういうちょっとこんな感じとか。あ、手を合わせて。そうですね、手をちょっと添えてこう。あまり大きなこういうポーズじゃなくて、ちょっとこうこんな感じです。あ、ちょっと抑えた感じの可愛さ。はい、おすましした感じです。はい。あ、じゃあちょっと私、一緒に真似します。はい。なんかロリータのポーズ、なんか好みのポーズありますか？好みのポーズですか？はい。手を使ってこういう感じのポーズ、袖とかがフリフリだったりするんでこうしてみたり、こう裾を広げたりする、足をこうとかですかね。じゃあこうやってちょっとだけを手を隠したままで。そうですね、なんかこんな感じが一番可愛いのかなって思います。じゃあちょっと白なんですけどコピーさせていただきます。はい。お願いします。はい。この辺のスカートが可愛いのでちょっとつまんで足クロスさせたりとか、あと手を持ってきたりとか。手はどこに、こんな感じ。そうですね、この辺に持ってきてちょっと小顔効果みたいな感じで、はい、この感じを。じゃあそれをちょっとだけコピーさせていただきます。あ、どうぞどうぞ。じゃあちょっと頑張ってコピーします。はい、お願いします。ですか。今日はですね、スティッキがあるので、それを持たせていただいてたので、そちらをみんなに見ていただけるように前に出すようなポーズをよくしてますね。じゃあそれを どんなポーズだったんですか。そうですね、こうやって魔法かけたような感じの、の感じで。そうですね、こうやってやったりしてました。ちょっと真似します。マイクで真似します。おうちファッションの時に何のポーズをよくやってますか？こういう感じだと思う。あ、横から、
からこういう感じの方が多いはい、手合わせて、はい、あ、じゃあ迎える感じ、はい、多いですね。キメ顔はこういう感じ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、じゃあちょっとできないと思いますけど、真似してみます今ロリータのモデルやってるんですので、よくあるロリータ、自分の前になっちゃうロリータポーズはないですか？実はね、最終ロリータモデルやってた時にめちゃくちゃなんか元気なポーズやってて、ちょっと抑えてくれないとか言われてて、今はまあ特にこんな感じとかちょっと落ち着いてるな感じ。1個落ち着いてるポーズと1個を元気ななっちゃんポーズ教えてくれますか？じゃあ落ち着いてるやつはちょっと足をクロスして、はいはい、こうやってやる。あ、はい、でちょっと口なんていう、アヒルみたいにやる、うん、唇ダックフェイス、フェイスダックフェイスやるみたいな感じ。で元気ななっちゃんポーズは、こうやって足を広げてone hand on hip、okay. and こうやってやる似合うって感じ。じゃあちょっと一緒にやりましょう。じゃあ自分のミナの一番できるポーズを教えていただきたいなと思いますのでよくやるのはやっぱお隣の人にこうしたりとか、はい、なんかくっつきたいくっつきポーズ。そう、くっついたり足を少し曲げるぐらいで、そこまでいっぱい動きをしないのが結構好きです。私が気にしてるのは内股にならないようにだけは気をつけてるので、極力こうガニ股とかでこう立ったりとか、あと腰とかに手を置いたりとか、あとパイレーツハット持ったりとかはしますね。特にこれが一番多いですね。と足広げて立つのが多いですね。かっこよく、かっこよくですね。もう一番かっこよくしたいですやっぱりこうハット持つのをですね、クロスさせてとかし、いい感じです。はい。プリン取るときよくなんかハートのポーズするんですけど、はい、これいいですね。はい、どんな感じ？うさ耳ですね。はい、そんなポーズなんです。じゃあハートのポーズか、ハートのポーズか、うさ耳な感じ？はい。今の時はやっぱり一緒で、こういう C を作ったりとか、ハートを作ったりとか、そういうポーズが多いですね。あ、私の名前 C で始まるので、C で。そうですじゃあ C はこういう感じ目のところにつけて、ちょっと目線をそらした感じで、こういう感じ取るのが多いですね。いいですね。じゃあちょっと私にもやらせてください。はい。スカートを少しだけ掴んで足をクロスさせて、こういった感じですかね。で、はい、なんか左になんか物持ったり。そうですね、物持ったり、まあ、カバンを持ったりとか、こういった杖を持ったりとかですかね。で、こういう風にちょっとつまんで、上げる感じですかねいいですね。じゃあ後で真似させていただきます。私はよく手をこう顔の近くに持ってきてしまう癖があって、こんな感じで足はちょっと曲げて、こうですかね。あ、指をちょっと当たって、そう当てて、そう、顔小さく見えるかなとか思ったりしてはい、はい、じゃあちょっと一緒にコピーさせていただきます
姫様みたいに、はい、そう広げて足をクロスします。私はこういう感じでマリア様みたいな感じ、こう首をかしげる感じですね。Welcome to the magical world of Dreaming of Little Lover, which is the annual tea party from the Lolita fashion brand, Baby the Starshine Bride, and Alice and the Pirates. The most famous Lolita fashion models presented the long-awaited newest fashion releases for the new season done by both brands. Special guest was Tsuchiya Anna from the movie Shimotsuma Monogatari, which is also called Kamikaze Girls. And she presented herself in full Lolita style. More about this at the end of the video. So, lots of beautiful poses we learned today. And how about you? Do you have a nice Lolita pose? Please, please, please take a nice selfie of yourself in a Lolita pose. The hashtag AskJapanese and add it on Twitter and on Instagram, and I'll be able to interact with you, and hopefully I can see lots of your cute pictures in your cool style. So I'm looking forward to seeing your pictures. Don't forget hashtag AskJapanese, and I'll read you soon on Twitter and Instagram. See you, bye.